重大ニュースの順位は市長が決めましたか？この重大ニュースは広報と私と協議をしながら、これかなみたいな感じで決めさせていただきました、はい、一応市長が選ぶというふうなことにさせていただきました、はい、会場アクセス廃止について長年の赤字航路に終止符を打ったことで肩の荷が下りたという気持ちはありますか？肩の荷が下りたというよりも、結局ですね、肩の荷が下りたという感じじゃない、ないですね。それよりも、この、事業をやめざるを得なくなった、そう判断せざるを得なくなったということに対してやっぱり我々行政というのはですね、やっぱり継続なんで、そこに至らざるを得なくなったことに対してやっぱりきちんと反省すべきは反省して、二度とこういったことが起こらないようにきちんと精査をしながらですね、事業を大きな事業については進めていく必要があると、大きな教訓だと申し上げているのはやっぱりそういう点でございます。ターミナルと駐車場は撤去しますか？基本的には駐車場については撤去をさせていただきます。これは原形復旧で改正というふうな話になろうかと思いますので、撤去をさせていただく。ただターミナルにつきましてはまだ築10年ですよね。で、あの手の箱物というのは30年40年というふうな、いわゆるその使える、期間がございます。まだまだその新品同様というふうな形なんで、他の利用ができないかというふうなところで、県に対してですね、そういう、協議をしていこうと、相談していこうというふうなことを考えてます。ただ、じゃあ今の時点ですぐにあそこにこういう施設をというふうなものがあるのかというと、正直そこまでに至っておりません。ただ壊してしまうのはあまりにももったいないなというふうなことがあって、県の方で新たなそこを大々的に使わなくてはならんからもう抜かしなさいよというふうな話であればですね、それは応じざるを得ないとは思いますけれども、運用場、いわゆる港の運用場ですね、施設があっても、利用ができるということであるならば、もう少し残していただいて、何か他の用途に使えないかですね、検討していきたい、こんなふうに思っています。松阪港ターミナル前の時計塔はいつ頃総合運動公園に移設しますか？多分駐車場の、撤去工事をやらなくちゃなりませんので、そこに一緒に合わせてっていうような形になろうかなと思いますね。来年の以降ですね、はい、駐車場はターミナルの再利用法によって撤去するかどうか状況が変わると聞いていましたが、どうお考えですか？ターミナルだけです。駐車場については県的にはあそこ、大きな要するに大型車両が通るんで、舗装圧では要するに持たないから、あそこは撤去というふうな話でお伺いしてますんで、駐車場は撤去せざるを得ません。問題は端っこにあるターミナルです。はい、ターミナルを再利用するには駐車場があった方が利用の幅が広がるのではないですか？またターミナルは防潮堤の中にあり利用方法が制約されると思いますが、どのような利用が考えられますか？あそこのだだっ広い駐車場の方はやっぱり岸壁としての利用がですね、やっぱりできなくちゃならんというふうなことでお聞きをしております。一つには港湾関係者、港湾利用者で、の中で利用ができないかというふうな話が一つ、はい、事務所と、事務所的な利用であるとかですね、一般 の, その市民を対象にした、
あるいは公民館的なものではないができればですね、ありがたいんですけれども、それをしようと思うと総統権との協議が必要になってくる。おっしゃるようにですね、港湾区域内なんで、港湾というのは利用施設ですので、港湾のいわゆるその港湾利用者のための施設で、一般の、皆さん方への利用というのはかなり制限をされる部分がございます。でそれの、どこで、いわゆるその折り合いをつけられるかというのがですね、課題というふうに思っています。奥加波田郷林間キャンプ場は廃止して取り壊すことになっていませんでしたか？あ、そうそうそう、そうです、はい、そうなんですが、使えるかなというふうな、オファーも一部ありまして、でもし使っていただけるなら、それは使っていただいた方が我々としては非常にありがたいんで、この今回の、対象施設に入れさせていただいてます、そこで検討いただけるんだと思います。せっかくの施設なんで、壊してしまうよりも使っていただく方がお見えになるんならですね、そちらの方が非常にありがたいんで、一応そういうふうな、オファーもありましたので、この中に入れさせていただきました。松浦武四郎生誕200年に向けた北海道との連携交流はどのような状況ですか？ですね、これは今のところですね、県マターになっておりますので、そのうち県の方から発表をいただけるだろうというふうに思っております。はい、新総合計画の中で情報公開を積極的に行うとありますが、現在非公開で行われている市政推進会議を今後原則公開としますか？ですね、これについては来年度はやり方を少しも変えていこうというふうなことを考えております。これ私自身も入りますので、公開にしてしまうとですね、いろんな話が出たときに、それいいですねって言った途端に、やりますよみたいな話になるっていう話がやっぱりどうしてもこう、出てまいります。それと今までも個人名企業名がかなり出たりとかですね、そういったこともありまして、ですので今までは用紙の公開というふうな形でさせていただいておりました。やり方をいろいろこう今来年向けてですね、検討していこうというふうなことで考えてます。あくまで公開が原則っていうのはこれはそのつもりでおりますけれども、逆に公開することによって混乱が生じるようなことではですね、本末転倒であるというふうなことがございます。そういった意味から、今まで個別のテーマ以外の例えば、先に行われたときにはですね、廃棄する事業は一体何かというのがテーマでございました。残すべき事業、廃棄すべき事業と、そこの中でいろんな意見をいただく中で、じゃあ、そこでその、話が出たときに、そうですねって言うといきなりもそれは廃止かみたいなことになるとですね、これは非常にこう問題も出るというふうなことがございます。結局そこら辺の兼ね合いをですね、今後もう少し検討をしていく必要がある。原則公開ということのスタンスは一切変えておりませんので、そこのところはご理解をいただきたいというふうに思います。市が開催を検討している和牛サミットの概要はいつ頃決まりますか？そうですね、ざっと春ぐらいにはある程度の、実はこの1月、この年末から来年にかけて、県農林省そういったところと、協議に入るつもりでございまして、担当職員私も、1月には農水省にちょっとお邪魔をして、いろんなお願いをしてこようというふうに思ってます。和牛サミットは
市が単独で開催しますか。まあ、県の方は応援はするけどお金は出さんというのがこの前の知事のからのまあ話だったんで、 ある程度の応援はいただけるだろうというふうに思っております。来年4月の機構改革で経営企画部がなくなりますが、市政取締役会の名称は変わりますか。あんまり考えてないんですけども、あんま、まあ、言葉にはあんまりこだわりませんが、まあ、部長会議でもいいかも分かりません。まあ、それは、まあ、まだ議論をしてございません、はい。2月定例会の会期を遅らせてほしいと議長に要請していますが、議長から返答はありましたか。あの報道等で議会の、ですね、議会改革推進会議、議会改革特別委員会でしたっけ、であそこの方で、難しいというふうな結論になっているっていう、まあ、ことは承知をしております。で、我が方は、いつやっていただいてもいいように12月議会のこの予算の中で、もう送らなくてはならない、3月の会期末で、に全て、議決をいていただいても何ら問題がないように予算の、繰り越しであるとかそういった準備は全てもうさせていただいております。いつでも、議会さんの意思次第で、執行部側としてはできる対応できる体制にはさせていただいてます。平日夜間応急診療所の来年以降の体制は決まりましたか。ですね、今最終の詰めをしている段階でございまして、来年あたりにはですね、もう皆さんにしかるべき時期に発表をさせていただけるだろうと思います。三井高利の副読本政策について計画は進んでいますか。ですね、これは、まあ、これから、来年度予算に向けて議論をしていくことになろうかというふうに思っています。いつ頃制作する予定ですか。そうですね、まあ、これから予算時期を迎えますんで、来年度予算の中で議論をさせていただいて、そうなりますと政策期間とかいろいろね、期間もあろうかと思いますので、しかるべき時期に結論が出てくるというふうに思います。内容は専門家による組織を作って検討しますか。もちろんですね、まず内容をどういうふうにするかから始まりますので、いわゆるその、期日内容について相当やっぱり高レベルな、いわゆる専門家の意見を聞きながら作って、今までの副読本もですね、あれ相当結構いろんなこうですね、専門家の方々の皆さんの監修いただきながら作られてますんで、同じ作業になるだろうというふうに思います。大学誘致について進展はありますか。大学なかなかですね、行こうと思ったら、まあ、断られたところであるとか、なかなかアポを取れないかったりとかですね、どういう状況がございます。引き続き努力をしていきたいというふうな、今のところを目立ってですね、ターゲットを絞ってというところまでは至ってございません、はい。大江中学校の統合について保護者アンケートが行われましたが、市長の考えを聞かせてください。ですね、この辺に関しましては一番大事なのはやっぱりその子どもたちの教育というふうな、まあ、形の選択というふうに私は思ってます。でこれからですね、さらに教育委員会、そして大江中学の、関係者が地域との懇談に入るというふうな話を伺っております。でその中でですね、さまざまなこう、まあ、話し合い議論を経て、
答えが出てくるものだというふうに思います。まあ、7割の方が致し方ないというふうな反面ですね、3割の方が今のままでいいというふうな、まあ、こともありました。反対だという意見もありました。この少数意見を無視をするわけにもやっぱり3割という数字なんで、無視するというわけにもやっぱりいかないだろうと、丁寧なやっぱり対応がこれは必要になって、まあ、子どもの教育のことでございますので丁寧な対応が必要になってくるというふうに思います。で、私としては設置者という立場なんで、これは、もし、皆さん方の意見がまとまって、こういうふうにしたいということであればですね、しかるべき協議をしていくと、いうことでその議論を待ちたいというふうに思っています。